富山市天文台は、富山県富山市三熊にあった、富山市科学博物館付属の公開天文台である。本館である富山市科学博物館は、富山市市街地の西中野町にあり、当天文台とは離れていた。2018年9月から休館が続いていたが、2021年3月31日に廃止となった。初代天文台は、1956年に、 富山市の呉葉山に解説された全国の高開転問題では3番目に古い天問題であった。当時の高開転問題では国内有数の合計 40cm 反射式、天体望遠鏡、合計 25cm のシュミットカメラ、ビデオカメラなどを備え天体撮影を全国に先駆けて行ってきたが街の都市化により周りが明るくなったこと、 天体望遠鏡及び施設の老朽化などにより、より市街地から離れた、と山古道の森の野鳥の園内に、鉄筋コンクリート作りで、開館時日本最大級の口径100センチメートル反射式、天体望遠鏡を持つ、天文台を新たに建設し、1997年7月19日に開館した。なお、口径40センチメートル反射式、 天体望遠鏡は1954年に富山市で開かれた富山産業大博覧会の天体の変化館に設置されたもので、博覧会閉幕後に前、富山市役所屋上にドームと共に移設、その後初代天文台開設に伴い移設されたものである。天文台は2018年9月より長期休館を強いられている。同年9月に、 日本に上陸した台風21号や長雨の影響で、天文台と駐車場を結ぶ遊歩道の一部が陥没し、通行不能となり、休館となったが、2019年度中をめどに遊歩道の修復にかかり、2020年3月に復旧した。しかし、その間、天文台に設置されている天体望遠鏡の自動追尾機器の故障がわかり、 修理に1億円以上かかることも判明した。また、新天問題を別の場所で建設する計画、天体観測室設置、プラネタリウム更新基本計画を、富山市の教育委員会が2018年12月に公表したことも、修理の妨げの一つとなり、再開が遅れている原因となっていると指摘されていた。2020年12月8日、富山市は、 視点問題について再開せずに廃止する方針を示した。国内最大級の望遠鏡を保有するも、来館者数はピーク時の半分以下の年間7000人前後になっており、費用対効果の点から廃止されることになった。2021年3月31日に廃止。富山市教育委員会では、城南公園か富山城市公園に、 望遠鏡を設置した30から40人収容の代替施設を設置する方針である。2017年4月1日より高校生以下は無料となった。ありがとうございます。